はい、こんばんは、TG です。ルルやっていきます。よろしくお願いいたします。今回は第4章からですね。第4章、旅。やっていきましょう。とうとう出発の時が来ました。興奮に震えながら、ルルは円盤の中、ネモの隣へ滑り込みました。未知の国へ。こんな風に旅立つなんて信じられない、と思いながら、レバーを操作するネモを見守りました。出発準備よし。ネモが叫びました。全開になったエンジンの騒音で、それはほとんど聞き取れませんでした。これ乗ってるのね。多分何か喋っていたんだとは思うのですが、残念ながらね、私の方ではちょっと聞き取れませんでした。多分カーソルは出てなかったから、何かしらね、音声が流れていたんだとは思いますが。まあ次行きましょうか。はい、このページはすごい文字量です。ルルは凄まじい加速度にぴったり座席に張り付いて、住み慣れた王国が全速力で遠ざかるのを見守りました。だんだんと体が軽くなって、風に持ち上げられているみたいでした。ふと気がつくと、ルルは本からちぎられた一枚の紙切れになっていました。そしてくるくる丸まって、もうめまいがしました。悪い夢でも見たように、うめき声を上げました。ネモはルルに、ただの無重力状態で心配いらないと説明しようとしました。しかしどうしてもルルの興奮は収まりません。お家へ返して、挿絵と紙とインクの世界、本の中へ帰りたい、とすっかりパニック状態です。取り乱したルルを見て、ネモは緊急着陸装置を作動させるしかありませんでした。ところが、慌てたネモはうっかり、ヒートディテクタも作動させてしまったのです。そっか、ルルちゃんは本の国の、本の世界のお姫様でしたね、確か。だから、紙切れになっちゃったんだね。自分の世界から出たからなのかな。ヒートディテクタって何でしょうか。凄まじいショック。灼熱の太陽を浴びて、砂漠の真ん中に円盤は不時着したのです。見渡す限りの砂丘、また砂丘。すごい物音の後は、重苦しい静けさばかり。途方に暮れたネモは、機械を点検して、それからやっと、ルルの嫌がる声が耳に入りました。ネモはルルの方へ鏡込み、破らないように抱き上げ、砂の上に寝かせました。もちろん、本のページの上に寝かせたのですが、砂丘ですね。ああ、砂嵐的なのでちょっと砂が動いてたね。あ、変わらないね。もう一回押しちゃった。
はい、少々お待ちくださいね。カーソルが表示されないのでね。はい、それでは次のページ行きましょうか。はい、こちらもすごい文字数ですね。ここは旅の章、サハラ砂漠のど真ん中よ。ルルはため息をつきました。ヒートディテクターのせいで、本の中でも一番熱いページに来てしまったのです。ネモは通りすがりのヒトコブラクダが上手に熱を発散している様子に興味を持ち、捕まえようとしますが、うまくいきません。強情なラクダに我慢強く言い聞かせます。いい子だからじっとして、僕壊れちゃうよ。僕のご主人のところへ、お前を連れて行かなきゃ。すっかり面白くなって、ルルはネモに言いました。あのね、ネモ、王様が探しているのは、人間の温かさで、動物の体温じゃないのよ。ネモは自分の温度探知機にデータを取り組もうとしましたが、すっかり考え込んでしまいました。一方、喉が渇いたルルは、このへんてこな乗り物で水を探しに行こうと決めました。そっか、ネモは暖かさをまだ理解してないんだね。王様が求めている暖かさの意味を。砂漠ですね。ルルちゃんはラクダに乗ってる。何か変わったんだろうか、今のは。砂漠でルルちゃんの格好暑いだろうね。ああ、金属製じゃ。ネモはあちあちだね。触ったら大変だ。変だね。砂漠にはちょっと行きたくないですね、できれば。ルルとネモはラクダの単調な足取りと熱帯の強い日差しにすっかり参ってしまいました。地平線にはオアシスの影一つ見えません。本の66ページで原生林のことを読んだときは、たっぷり水があったのに。ルルは疲れ切ってつぶやきました。ネモの体は燃えるように熱く、カイロはオーバーヒートしてしまいました。しかし、ネモは最後の力を振り絞って立ち上がると、機械に熱はね、まずいよね。よいしょ。最後はネモがページをめくってくれたんだね。はい、第4章が終わりましたね。続いて第5章行きましょう。第5章、ジャングル。
乾ききった砂漠地帯を通り抜けた後、ルルが入り込んだのは緑豊かな植物の世界。そこは薄暗く、時々光が差し込むだけ。ネモは本の中に姿を消したままです。ここまでルルは土地の人々のお世話になりながら、たくさんの国を通り、驚くばかり変化に富む風景をいろいろ眺めてきました。そして今、原生林の中では湿気が多くて空気が重くよどんでいます。木々の中には高さ40メートルを超えるものもありました。てっぺんのあたりには葉がびっしり茂っていて、日の光はほとんど差し込みません。火から消え、鶴が絡み合い、まるでおとぎ話の国のようでした。様々な動物や植物が溢れるばかりです。ルルは滝のそばにかがみ込み、澄んだ美味しい水をたっぷり飲みました。少し元気を取り戻しましたが、やっぱりまだ一人ぼっちでした。ネモが本の中に消えちゃったんですね。あら、ここはジャングルのその滝の絵なのかな？とりあえずはお水が飲めてよかったね、ルルちゃん。あら、カバが出てきた。あ、お猿さんも出てきた。ジャングルの動物はちょっと怖いね。あ、鳥か。何かと思った。何を拾ったんだろう今の。あ、カエルかな。もうできることはないかな。本に戻りましょうか。次のページ。一方、本の中に迷い込んだネモはルルを探しましたが見つかりません。金属の足で文章や挿絵を踏みつけて本の中をめちゃくちゃにしていきました。していましたですね。ページからページへとさまよい歩いて、ルルの名を呼んでは返事が聞こえはしないかと耳を澄ませました。宇宙船からは遠く離れて、ネガロ・ポロとも連絡が取れません。ガイドを見失っては、
任務を成し遂げられる見込みもなさそうです。解決法はただ一つ、物語の真ん中へ戻ることでした。これが迷い込んだページの挿絵かい？花火？何の世界だろうね、ここは。次のページ行きましょうか。ネモは秘密機能の一つを使って東洋に行きました。中国ではルルを探すための何百万という忠告で、メモリーは満杯。お礼もそこそこに逃げ出しました。日本では疲れることばかり。研究熱心な学者たちに継ぎ目という継ぎ目から体中を調べられました。なんとかこっそり捕鯨船に潜り込み、船底でネモは考えました。どうしたらこのシステムエラーから抜け出せるだろう。ネモが来てたのは東洋だったんですね。この絵の中ではできることはない。では次のページ行きましょうか。うっそうとした熱帯雨林は様々な虫や獣、派手な色の鳥たちでいかにも生き生きとざわめいていました。どうしたらネモが見つかるかしらとルルは考えました。方角を決めかねて、とにかく森のへりの方へ向かいました。地平線に野獣の姿が見えます。枝や葉はもうそれほど茂っていません。青空の一角がちらっと覗き、サバンナはしんと静まり返りました。ちょっと虫の音が聞こえたぐらいですね。では次のページ行きましょうか。ルルとネモはどこで会えるんですかね。はい、第5章が終わりましたね。では続いて第6章、ネモを探してやっていきましょう。見知らぬ者が来たのに驚いて、一頭のサイがルルをめがけて突進してきました。けれど幸いなことに、近くを通りかかった探検家が猛獣を一発で仕留めました。ルルはがっくり膝をつき泣きながら言いました。ひどい、どうして殺したの。探検家は微笑みながらルルを抱いて慰めました。私はハンターじゃない、サイは眠らせただけだよ。でもどうして君みたいな子がたった一人でこんなところに来られたわけ。ルルが返事もできずにいると、探検家はルルを肩に乗せて近くの村へ向かいました。ルルちゃんもびっくりしちゃったんだね。サイが多分バタンって言ったから。お、なんか鳥が出てきた。でも突進されたらひとたまりもないんだけどね。肩車で連れてってくれてるんだね。よかったね、いい人が見つけてくれて。
涙が乾くと、ルルは探検家に自分の冒険を話して聞かせました。元気は出てきましたが、ネモのことを思い出し、また悲しさが募ってきます。探検家はすっかり感動して叫びました。心配しないで、一緒に君の友達を探しに行こう。古い飛行機を持っている友人がこのすぐ近くに住んでいる。君を乗せて飛べたら、そりゃ嬉しがるよ。危険な仕事をするのが大好きなやつなんだ。大丈夫かな、その友人。また何か音が鳴ったんですかね。ちょっと私の方では分かりませんでしたが、まあ次のページ行きましょう。さて、ここは地球の裏側。捕鯨船の船員たちはネモを船底で見つけ、外に放り出しました。表現の気温はマイナス50度。ネモはたちまち凍りついてしまいました。ネモの体内ではほとんどのパーツが動きを止め、サバイバルモードが SOS を発信し始めました。果てしなく続く北極の表現で、ネモは凍りついたままじっと助けを待っていました。放り出されちゃったのか、かわいそうに。特別挿絵で押せるものはないですね。その頃、探検家とルルは林の中にある小屋に入ってきました。パイロットが操縦席に座り込んで、夢中になって無線の周波数を調整していました。無線機は世界中から集まるメッセージとノイズで、ものすごい音を立てています。ルルは無線機から溢れ出る言葉の洪水に聞き入っていました。そのざわめきの中に一つ、聞き覚えのある声が、せり上がってきました。ルルは嬉しくなって跳ね上がりました。ネモよ、ネモだわ。SOS、SOS、ネモからソリュスへ。繰り返します。ネモからソリュスへ。こうしてルルとパイロットは、ネモ救出に向けて飛び立ったのです。よかったね。ネモ、案外早く気づいてもらえて。おお、すごい景色だね。手前にいるのはゾウさんかな。このページでは何をしても多分飛行機が飛ぶだけかな。はい、では次のページ行きましょうか。おや、第6章が終わりましたね。今回、第4章から6章まで終わりましたので、今宵のお話はこれにておしまいになります。それでは、お付き合いくださりありがとうございました。皆さん、良い夢を見てくださいね。
ありがとうございました。おやすみなさい。